自分の感覚を広げてもらおうっていうのがポイントだから、全員が全員建築士になったり建築家になるわけじゃないので、優秀なお施主さんになってるってことですよ。家を建てるときにやっぱり、あ、家ってこういうもんだったよねって思う人を育てるから。皆さんこんにちは、ラン編集員の高木です。本日はショートインタビューということで、今回ですね、建築家の鈴木アトリエの鈴木さんに来ていただいてショートインタビューを撮っていきたいと思います。鈴木さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まず最初にですね、視聴者の皆さんに向かってちょっと自己紹介を簡単にお願いしていいですか。はい、はい、鈴木信弘と申します。もう60歳になりましたけども、住宅設計を始めてもう30年以上になります。まあ、実際150件ぐらいの住宅を作ってきてまして、個人のお客様からの依頼で、あとまあ中規模の木造なんかもちょこちょこやっておりますが、そんな感じでもうすでに、はい、だいぶ経ちましたね、はい、ありがとうございます。一方で、うん、先生の顔も持たれてるんですけども、ね、はい、住宅設計の研究室をですね、2年前から神奈川大学の方に作りまして、その住生活創造コースというところで一応教授をやるような形になりました。ありがとうございます。今日はですね、ショートインタビューということなので、ちょっと鈴木さん自身のことについていろいろと話を伺っていきたいと思うんですけども、はい、まず最初にちょっと過去のことということで、鈴木さん今そのもう住宅設計に関われて30年ほどっていうふうにおっしゃってますが、まあ、建築の業界に進もうと思ったきっかけだったりとか、まあ、学生時代のエピソードとかそういったものがあったら教えていただいてよろしいですか。ね、僕はもともとは高校の時は水泳やってたり、はいはい、応援団やってたりしたんですけど、はい、大学なんて行かないと思ってたんですね、はいはい、で親父にミュージシャンになるって言ったらふざけんなって言われてそれでなんかどっか受けろって言われて、はい、それでまあなんかいろいろ鉛筆転がして、はい、たまたま出たのが建築っていう、本当そういう感じまあそれでとにかく受けて受かったので、はい、それで大学行って建築をやったら、もし意外とね向いてたんですよ。昔からそのプラモデルとか得意だったし、はいはいはい、紙の工作も得意だったんで、なんか作るみたいな、意外とですねハマったんですよね。で先輩の模型の手伝いをして、はいはい、こんな細かい手すりとか作ってるのが意外と向いてて、うん、俺いけるかもしれないこの世界っていうのが最初ですね。なるほど、はい、なるほど。大学時代はもうずっとオートバイばっかり乗ってたので、はい、友達3人と全国をツーリングばっかりしてましたね、はいはい、めちゃくちゃアクティブですね。そう、その頃はまだ痩せてたんで、はいはい、進学の時点では全然、まあ、建築、まあどこでもよかったっていう大学の時に、まあ、そんなに勉強もしてなかったですけど、4年生になってどっか就職しなきゃっていうんで、なんかこうこんな分厚い本が送られてくるんですよね、はいはいはい、でそれ見てなんかこう大きな会社に電話したんですよ。そしたら、どこの大学ですかって言われて、はい、ああ〇〇ですって言ったらガチャって切られて、この野郎と思ってもうそれでちょっと大学院にもう一回進んで、はいはいはい、もうちょっと勉強してからにしようって思ったのがきっかけで、で大学院に行った時に先生が、まあ、助手と先生がいたんですけど、はい、先生がギリシャの研究とか地中海の研究やってて、デザインサーベイって言って、世界中の頃みんな1970年代ってみんなの世界の集落とかをみんな調べに行くのが流行ってた時代なんですよ。で助手の先生は韓国やってて、はいはい、なんでギリシャと韓国やってんのかなと思ったら、はい、中庭式住宅っていうのを持ってんのがギリシャと韓国だけだと、はい、それでやってて、で君はどっちの研究するって言われてすごい二択いやいや僕ギリシャの方がいいな地中海って言ったらもうねやることないんで終わってるからって言われて、で君は韓国行きなさいって言われて韓国の方に行ってその中庭式住宅の調査をずっと行ってやって、はいはい、たらたまたまその中庭式住宅の調査をやるのかと思って行ったら違うんですよ。いわゆる戦前 の、 日韓併合時代に、はい、日本人が向こうに作った日本人のための住宅がどうなっているかを調べろって言われて、へえ、ま、それであの頃まだ日本と韓国って微妙な関係だったので、うん、ちょっとやっぱりね日本人が調査に来たなんていうと警戒するし、うん、嫌がられたりもするんだけど、うん、いわゆるその日本の公団っていうのが作った、うん、まあ、昔は住宅営団ですけど、うん、住宅営団で作った住宅が、
日本人が戦争が負けて逃げ帰った後、うん、韓国人が住み始めて、うん、どんどん改造して住んでるわけですよね。で50年ぐらい経ってるから、うん、みんなもう畳剥がしちゃって、うん、オンドルの床にしたり、はいはいはい、廊下取っちゃってホール型の間取りにしたりとかしてるわけですよ。お風呂場の浴槽でキムチの紙をつけてたりするわけね。でそんなのを調べて100件ぐらいサーベイを全部して、はいはい、記録を取って、はい、どんな暮らしをしてるかっていうのをまとめて収支を出たんですよね、はい。ちょっと面白すぎますね。そうそうそう、その話完全にもうあの本読むよりもあの現地で物見て測るみたいなことばっかりやってたんですよ。へー、それが大学時代で向こうに行ってたもんだから就職できなかったんですよ、はい、その就職あれで終わって帰ってきたのは5月なので、はい、結局卒業式も出てなくて、はい、で結局就職ないじゃないですか、はい、どうしようかなって思ってたら、あ、僕の大学の先生が、はい、あの研究生でちょっと図面描けるんだから手伝いに来ないって言われて、はい、でいや行きますっつってお金払って研究生になって、はい、でそこでずっと行って助手までやって11で、あ、そうなんですね、うん、そうなんです。でその頃は住宅なんて全くやってなかったので、その研究時代がすごく長かった、まあ、研究はそれでもう終始で終わってたので、はい、その先生の下に着いた時は今度はガソリンスタンドとか公園のこう、はい、あのベンチとかそんなのばっかりやってて、はいはい、住宅とか建築作りたいなと思ってたけど30ぐらいまでそういうチャンスがなかったんですよ。どっちかというと公共施設とか、うん、そう、床のタイルの張り方とかそんなことばっかりやってて、で30の頃に今の奥さんの実家が建て替えるって話を聞いて、建てさせてっていうふうに言って、それが1軒目、それが初めての、初めて、で何にも分かんなかったので、僕どこでも習ってないので先輩から一式住宅の図面を借りてきて、それを見よう見まねで平面図展開図って書いて、それで見積もり取ったら1000万以上話にならないって話にならないって言われて、全部やり直しで2軒目作ってっていう感じで、まあなんとか建った家があるんですよ。それが1軒目。すごいですね。あ、じゃあそのまあ試行錯誤を繰り返して、試行錯誤というかもう何も分からず作ったのが1軒目。今思うとまあね、盆とか正月に帰るじゃないですか、その実家に、うん、ひどいなと。まあ今もずっと残ってるわけですね。いや下手だったなと思いますよ、やっぱり、うん、もうちょっと恥ずかしいぐらいでね、うん、面白いですね。それからどうして、それからそのやっぱちょこちょこその時代のガソリンスタンドとか公園整備とかやってる時の知り合いから、うん、ちょっと家建てるんだけど相談乗ってくれないみたいな感じで、まあ、年1件ぐらいはそういう話が、まあ、来たもんだから、うんうんうん、まあ、なんとなくそれがどん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 つながっていったっていう感じで、うん、何十年もやってるっていう、そういう、あ、じゃあもうそこの派生で独立開業された、うん、そうですそうです、もうね勢いでね、だから勢いって怖いですよね。すごいですね、なんかあの今まで聞いた中でも結構異色なそうだから、いや、なんかね最近いろんな人に出会って、はい、何々先生に教わったとかね、はいはい、あそこの事務所を出たとかってのは本当に羨ましいなと思うんですよ。なんかそういうこう系譜みたいなのがあって、はい、弟子とかってね、だから羨ましいなって、はい、全くゼロからスタートしちゃったので教わらなかったっていうのはもう辛いものがありますよね。でも鈴木さんって今や本とか書かれてるじゃないですか、うん、まあね、そうですけどあれもそのお客様から教わったことを書いてるだけで、ね、そのあの本にも書いたんですけど、最初はひどいもんで、あんた洗濯干す場所もないじゃないとかって奥さんに怒られるんですよ。洗濯干すのどこなのみたいな、何もない綺麗な箱作っちゃうからダメですよね、はいはいはい、そういうのを怒られながらだんだん分かってきたし、うん、あのもう本当に奥様から、いろんな奥様から教わったようなところがあって、うん、それを本にまとめただけですよ。うん、あの段の17の方でなんか うん、それこそ高性能住宅の間取りの話とか書いていただいたんですけども、はい、なんかその、まあ、独立開業されてから、うん、高性能住宅っていうものになんか出会うまでみたいなところってなんか、はいはい、そうなんですよね、あのね、もうよく言われるんですけど、はい、まさか鈴木さんが断熱、ここ断熱を語るとは思わなかったって今でも昔の人に言われるんだけど、やっぱり昔の数軒はほぼ打ちっぱなし住宅ですね、はい、中も外も打ちっぱなしみたいなね、はい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 、それでそんなのばっかりだし、コンクリート大好きで、それはもうなんかデザイン衣装で、デザイン衣装で吹き抜けあって寒いみたいな、はい、結露して雨降るみたいな暑い寒い、そうそう、そういうのばっかりで、ガラスがピューって割れるとかね、いろんなそういうこともあったりして、うん、そ
そんなことをやってたんだけど、うん、ある時某断熱のこういう世界をもう創世期からやられた先生の本を書くのを手伝うことになったんですよ。それは出版社の方から、僕昔からそのバイトで出版社のイラストとかを書いてたので、その出版社からあの先生の本を書くんで、君建築だったよね確か、だったら話が分かるから、その先生の言ってることがさっぱり分かんないので、解説しつつまとめてくださいって言われたんですよね。その図解をしてくれとか、そも含めて、そのなんかその難しいこと言ってる先生だからその分かんないのでもっと一般の人が理解できるようなことに編集し直してくれって言われて、分かりましたって言ってその本携わって、うん、もうさっぱり温熱のこと最初分かんなかったので、うん、それで、まあ、3年間ぐらいその先生としょっちゅう飲んで喋ってってやってるうちに、だんだんそういうもんなのかなみたいな、うん、最初の頃はね、その北の方で断熱が300ミリとか400ミリとか何のことっていうぐらい不思議で、はいはい、窓の壁がこんな厚いとか言ったら東京じゃまず家なくなるだろうみたいな感じでいじめられちゃうじゃん、そんなもうアホかと思ってるぐらいにちょっと最初びっくりしたんですよなるほど。だけど話聞いているうちに、うん、なんとなく違うってことも分かってきたし、うん、実際あると経験することがあったんですよね、そういうとこ行って、うん、確かに違うな、うちが設計する家とはっていうのを体験してから、あ、これは大事かもって思ったんですよ。それで大事だと思ってちょっと真面目にやろうと思ったのが2013年から5年の間ぐらい。なかなか運命的な出会いですね、うん、そうですね。でそれからそのだから最初はなんか意気込んでね、機密測定とかするとね、うん、なんかすっごいやったつもりなのに、うん、2.0 いかなかったりしてね何じゃこりゃみたいなね。そうそう、だんだんこう毎回やると職人さんもみんな大工も上手くなってくるから、はいはい、今はもうなんか 0.1 以下になっちゃって困ったりするの、いや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 逆に出るんだけど、それはもう最初の頃はひどかったですよね。うん、まあ、このぐらいでいいんじゃない、中機密中断熱でいこうかななんて一瞬思ってた時代もあるぐらいでやってましたね、そんなこともね。なるほど。うん、でまあその結局その今はそうやっていろんな高性能な商品商材、うん、窓もそうだけど出てきたからよかったけど、うんうん、あんまり当時なかったでしょう。だから、うん、やっぱり限界もあってね、どうするんだろうって思ってた時代もありましたけどね。はい、まあ今はねもうトリプル、それこそ窓で言えばトリプルガラスだとか結構ね、うん、出てきてますけど、その当時ってだってまだペア、まあペア樹脂でも使ってる人すごい少ないみたいな、金額もとかねそうですよね。そうあの頃は金額が高いからってすってやめてたのは、うん、そういうお客さんごめんなさいって今はちょっと思いますね。結構ねやっぱりガラスの種類もフレームの素材もどん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 こう普及してきたから、今すごく設計の形が変わってきていますかね。まあ自由になったっていう方が正解で、うん、変わったっていうよりも楽になったある意味ね、それはそう思いますね。なるほど、うん、じゃあ今はもう本当に基本的にどれぐらいですか。まあ、東京は6でやっぱりやってるし、市地、うん、もさっき言ったように 0.2 以下ぐらいにはなっちゃってるかなって思うんですね。それはもう標準ですね、ほぼね。まあ、条件は悪いところがあるから旧地でいうと少しね落ちちゃうところもあるんだけど、遊泳地だったら問題なく基準はかなりクリアしてるじゃないかと思います。なるほど。で、2年ぐらい前からその大学の方で設計も教えられるようになったっていう、はい、まあ、やっぱり今学校もですねちょっと昔と変わってきてまして、はい、まあ、建築っていうのは工学部の理系だけじゃなくて文系的な要素も結構あるし、芸術性もあるし歴史のことも大事なので、もうちょっと総合的な学問として取り込もうよっていうことで建築学部っていうのを今作るのが流行ってるんですけど、はいはい、それの一環で神奈川大学の方でも建築学部を作るときに、工学部じゃなくて建築学部、建築学部にして、そして不動産を入れ、町再生というね、町づくりを入れ、そして住宅の住環境も入れようということで、その住環境の、まあ、実務家の教員がやっぱり必要だってこともあって、実際に設計をやってる人っていう形で呼ばれた。なるほど、うん、そこはね一応建築学部は200人なんだけど、うん、住生活で大体80人ぐらいですね、はいはいはい、だから、でうちのコースの中だけだと30人ぐらいになるんだけど、うん、それが専門的に住宅を学んでいこうっていう学生さんになる。
あ、その住宅を学んでいくっていうのは、うん、基本的に戸建ての住宅を学んでいく？いや、もう両方です。集合住宅の先生ももちろんいらっしゃる、うんうん、集合居住の人もいるし、地域居住の方もいらっしゃって、はいはいはい、で僕は割と単体の住宅のデザインと住性能の部分をどうするか、デザインしていくかっていう分野なんだけど、うん、あ、住性能の部分ってなんかイメージ的になんですけど、うん、やっぱり高性能な住宅とかって実務に携わってこう皆さん結構学んでいかれてる方がすごい多いなって思うんですけど、今大学とかでそういうのって教えられたりとかするんですか？あのね、それは実際は環境工学の先生が教えることが多いですよね、はい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 、そういう温熱は、うん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 、だから基本的には環境の方の方でそういうことをやっちゃうので、うん、僕らはそれを元にした、さっきのあの段の特集じゃないけど、うん、それを元にしたデザインの部分から、はいはいはい、その住性能とか住環境を考えていこうっていう、あ、だもうまさに設計の分野っていうことですよね。じゃあちょっとこの話がわからないという方はぜひ段17のハッカーライブ見ていただきたいんですが、段で書いていただいたような、うん、その平面で考えるじゃなくて断面も大事だよとか、そういう考え方っていうのが、うん、やっぱりその、まあ、今ってやっぱり住宅の高性能化が世の中進んでると思うんですけど、まあ、そういった反面もあり、こうちょっとなんていうんですか、教育の現場にもそういう変化、うん、教えることの変化というかちょっと入ってきてるみたいな感じですか？なるほどね。やっぱり学生さんが今住んでいる家が、うん、今の子ってそうなんだけど、半分はマンションとかなんですよ、集合住宅。あ、で戸建てに住んでる子は半分以下ぐらいなんですよね。え、それって地域柄？地域柄もあるかもしれないけどでやっぱ関東だからってのもあって、はいはい、でそうするとそのマンションに住んでる子たちはもうすでに、うん、そんなに寒くも暖かくもない、あ、寒くもないっていうのが、まあ、まあベーシックにあって、はいはい、で戸建ての子は家って寒いもんだっていう子がほとんどなんですよなるほど。それでその子たちがプランニングとか課題でやるとやっぱりこう部屋を仕切ったり細かくしたりっていうのはもう当然出てくるし、はいはい、こたつがあったりするわけですよね、相変わらずでそういう絵を描いちゃうし、マンションの子でこたつ格好のいないけど畳格好もいないんですよねなるほど。そういうことを一つ一つ、 なんでそうだろうとか、これ畳っていいよとかね、そういうことも一つずつこう教えながら、もうちょっと自分の感覚を広げてもらおうっていうのが教育だから、その知ってる世界だけで大人になっちゃうと周りがほぼ知らないまま、こう家ってこういうもんだって思っちゃうでしょ、はい、それはもったいないことなので、今もうそんなね、いらないんだろうかなんて、なんてもっともっと家って性能いいんだよとかね、吹き抜け怖くないんだよみたいな話もいろいろ説明していくと、え、そうなんですかみたいな話になるんですよね。そうですよね。そうそう。で、そういうことを広げていって、まあ、結局全員が全員建築士になったり建築家になるわけじゃないので、うん、優秀なお節さんになっていくと思ってるんですよ、そういうのはなるほど。将来家を建てるときにやっぱり、あ、家ってこういうもんだったよねって思う人を育てていかなきゃいけないので、まあ、そういうつもりでこう広く教えてるっていうんですかね、いろんなことを。だから住宅を設計するって言ってるけど、住宅を教えてんじゃなくて、住宅を通してどんな暮らしをするのとか、うん、何のために住宅住むのとか、うん、で家族ってどういうものなのとか、うん、そういう地域と住宅ってどういうふうに関係するのとか、災害時の時ってみんな協力しないとまずいよねとかね、で単体の家だけで考えても無理だよねとか、そういう話をいろいろ広げていくっていうか、うん、面白いです。話をしてます。鈴木さんの講義受けたくなります。いいです。学校に来られてもあれなので。今言った工務店さんってね、日本で、はい、全体の住宅の中のほとんどってやっぱ工務店さんが作ってるんでしょ、きっと。うん、で、その工務店さんに就職する学生が少ないじゃないですか。うんうんうん、みんな一旦いろんな会社に行って、やっぱり住宅設計やりたくなって工務店目指す方多いんだけど、うん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 、学生から新人として行きたいっていう子ってほとんどいなくて、最初はみんなやっぱりこういう本見たり、インターネット見て、まあ、割と大きな企業しか頭になくて、でそこを目指しちゃうんだけど、もうちょっと地域と自分と一緒に生きていけるような会社を見つけなさいよっていうことは普段から言ってるんですよね。でそうするとね、ちょっと意識変わってきて、あの最近就職ちょっと相談がなんて言ってくると、やっぱそういうところを探したいんですけどって言ってくれるんで、あ、じゃあこの工務店がいいよとかってこうね、ちょっとインターンで行ってごらんとかっ ってやってるんですけどね。素晴らしいですね。それは少しでも広げていかないと、うん、だって今もう職人も減ってきてる、大工も減ってきてる、いろんなこうことが困るから、ね、やっぱりちょっとでもね、そういう環境を変えていきたいなと思っています。ありがとうございます、はい、少し未来につながる話にも触れていただいてたかなと思うんですけど、はい、そのこれからその鈴木さんのなんか、うん、まあ、目指すところであったりとか、まあ、これからを考えた時に皆さんに伝えたいこととか、なんかそういった
観点でお話何か。皆さんっていうのは、ね、これを見る学生学生の方でも大丈夫ですし、一般の方、まあ、今こういろんな状況も厳しくなったり、うん、新しく土地を手にしてってことも少なくなって、うん、リフォームでなんとか家にしたいとか、ね、その住み替えも難しいとかいろんな問題あるんだけど、うん、そもそもそのなんて言うんだろうな、近代なんて大きな大げさな話しちゃうとちょっと長くなりそうだから省略すると、はい、その戸建ての住宅っていうものが、うん、その生まれてね、それが商品のような形で流通し始めたっていうのは、うん、まあ、100年ぐらいなんですよね、期間としてね、うんうんうん、で全て家族がやっぱり地域からも含めて切り離されて、うん、その家の中だけで家族の幸せっていうものがこう作れるような時代が、まあ、理想だと思われてた100年があったんだけど、うん、今それがもうだんだんとちょっと崩れてきている時期で、うん、そのこれからの住宅を考える人は、うん、家の中だけに幸せを持ち込むんじゃなくて、少し周りとどうしていくかとか、その、まあ、窓を大きく取るともそうだと思うんですけど、外との風景もそうだけど、うん、何かとつながっていくようなことを考えていかないといけないんだけど、うん、どうしても個人の資産である住宅はそれが、うん、なかなかしにくくて、うんうんうん、防犯のこととかいろんな災害とかいろいろ考えちゃうとシェルターよりどんどん守ろうとしちゃうんですよね、はい、だけど一方でその守れば守るほど自分たちは孤立してしまうってことを少し意識すると、家作りってもうちょっとみんな変わってくるんじゃないかなっていうのを、まあ、できれば聞いている人に伝えたいと思っていますね、そういう話を、はいはい、ありがとうございます。ちょっといろいろ面白い話が聞けてすごく、まあ、はい、楽しかった。喋らすと1時間以上喋っちゃうかもしれないけど、もっといろいろ聞きたいと、はい、また別のなんか動画とかで、はいはい、お願いできればと思います。ありがとうございます。はい、本日はですね、鈴木アトリエの鈴木さんにお話をお伺いしました。鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。